皆様こんばんは。ヒーリングシンガーソングライターゆっこランドでございます。この番組は私のお気楽トークと音楽とヨガのお話の番組でございます。最後までゆたっとご聴取いただけましたら嬉しいです。本日は6月の25日の火曜日、お時間は24時でございます。皆様お変わりありませんでしょうか。私の方はですね、お変わりがありました。体の方は元気なんですけれども、家電が2つほど、壊れました。先週洗濯機が壊れ、これね、水が出なくなったんですよね。だからこの新しい洗濯機が来る間ですね、一生懸命台所から水を汲んでですね、洗濯機に入れるという、作業してました。これ洗濯機っていっぱいになるまで溜めるのって大変なんだなと思いつつですね。で、新しい洗濯機が来ました。よかったってなったらですね、その 2,3 日後に今度はエアコンが壊れまして、風が出なくなりました。最初少し出るんですけど、なんかタイマーのところのランプがチカチカして、ついには止まってしまうっていうことでですね、あららと思いまして、まあその洗濯機は11年、そしてエアコンの方がですね、なんと25年もね、頑張ってくれてたんですね。もう本当にこのマンションに引っ越してきてからずっとのお付き合いで、洗濯機さんも11年で、別れがやっぱり寂しかったですし、エアコンさんは25年、なんかこうですね、まあ今まだ新しいのが来てないんですけれども、こう眺めながらですね、こう感謝ですよね。25年ありがとうっていう、思いで見つめる日々でございます。まあ、そうは言ってもエアコンがないと今の時期非常にこう暑いということでですね、まあ私のマンションは4階ですのでね、窓を開けると、まあ割と風が入ってくるんですね。まあ海も近いっていうのもありまして、まあその辺本当にありがたいなと思うんですけれども、海からのこう風ですね、ただずっと風っていうのは吹いてるわけじゃないので、やっぱり扇風機を2台回してですね、暑さをしのいでいるところでございます。まあこう久々にこうエアコンのない1週間っていうのはですね、来るまでに1週間で、今ちょうど真ん中なんですけどね、あと3日ぐらいエアコンのない生活っていうところでですね、味わっております。で、あともう一つはですね、ビールが美味しいですよ。ビールが、日本酒よりやっぱりビールが美味しいですね、このエアコンのない生活。まあ日本酒もすごく冷やして飲めば美味しいんですけれどもね、まあ、そんなことで皆様、物は壊れる、そして、人生というのは無常ですからね、常に移り変わっているということをですね、思ったゆっくらんででございました。あとはですね、先週映画を見に行きました。私のお気に入りの映画館はですね、小金町にあるジャック&ベティというね、古い映画館なんですけれども、とてもアットホームでね、いい映画館で、スクリーンは2つなんですけれどもね、昔ながらの映画館が残ってくれているので、見たい映画がそこでやってくださるときは見に行くんですけれどもね、最近亡くなられた、フジコ・ヘミングさんの映画フジコ・ヘミングの時間を見に行きました。で、フジコ・ヘミングさんの演奏というのは生前2回ほど、聞きに行ったことがございました。
ピアノ協奏曲でのコンサートと、それからソロのコンサートと、私的にはもう断然ソロのコンサートが良かったですね。広いステージにグランドピアノが1台置いてありまして、それでステージの両脇にですね、片方じゃなかったの、 両端だったと思うんですけれども、お花が飾ってありましてね。でそこへ舞台袖から藤子さんが、ステージに出てこられて、もう出てきた瞬間のもうそのものすごい存在感、そしてこうあったかい光り輝くようなオーラをお持ちの方で、もうそのお姿見ただけで感動で涙が溢れましてね。私何かとこう涙もろいので、時々泣きすぎて恥ずかしいんですけれども、演奏も本当に素晴らしくてですね、で一言もその言葉っていうのはお話になることなく、一曲終わるごとに少しお辞儀をされまして、そして淡々とですね演奏されるという、コンサートでしたけれども、ものすごい演奏家音楽家であるなっていうのはですね、もうその時に感じておりました。そして、まあ、映画をね見たわけなんですが、本当に改めて偉大なる音楽家、もう命をかけて音楽家として生きられた方なんだなっていうことで、本当に感動しましたし、心から尊敬する音楽家でございます。あと私として嬉しかったのがですね、結構共通点がございまして、まず一つ目はこう猫が大好きだっていうこと、まあこれはねご存知の方も多いと思うんですが、あと母親が厳しかったこと、それから弟がいること、これはですね私初めて知ったんですけれども、弟さんがいらっしゃるということと、あと絵を描かれているっていうことですね。それからですね、これは非常に私としては、最大の喜びだったんですけれども、私が、一番この世に存在する曲の中で好きな曲であるショパンのノクターン第2番、これがお好きだっておっしゃっていて、それで少し弾いてくださったんですけれども、えっても心の中でですね驚きの声が出ました。まあこの曲っていうのはピアノでは私弾いたことないんですけれども、まあ、最近ねピアノを弾く機会がまたできましたし、まあ、家にもピアノがありますので、ノクターン第2番弾けるように挑戦してみようと思います、そういう気持ちにさせていただいてありがとうございます。今までね曲弾こうって思わなかったですからね、聴くばっかりで、タン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 って曲ですよねえ、弾けるようになったらどんなに嬉しいでしょう、どんなに楽しいでしょうと思いますね。まあ本当にですねこの映画はですね音楽家の方にはぜひ、ご覧いただきたいですし、また音楽にご興味のない方でもですね何か感じることができる映画なのではないかと私は思いましたので、ぜひ機会があればご覧いただきたいと思いました。で本当にいい映画でしたし、藤子さんのねそういうお姿、生前のお姿拝見できたり、音楽家としてのですね真摯な姿というのを拝見できて、こう
終わった後しばらく立ち上がれませんでしたね。なんかもうじわーんとして藤子さんの人生の深さにこう引き込まれてしまってですね、言うの忘れてた、藤子ヘミングさんってねタバコ吸われるんですよね。そのタバコを食い出す姿がものすごくかっこよかったです。私実はですね歌を歌う前はですね、ドラム時代ですね、タバコを吸ってたんですよ。だからまたタバコ吸いたくなっちゃって、そんな自分がいましたけれどもね、本当にかっこいい、そして尊敬する音楽家です藤子ヘミングさん、心よりご冥福をお祈りいたします。素晴らしい音楽をありがとうございました。それではここで一曲お届けさせていただきます。アルバム穏やかによりサンシャインパーク。こんな晴れた日は散歩に行かなきゃもったいない。ここ3日間は雨降り続きだい。出かけてないし冷蔵庫の中も空っぽさ。今日は可愛いあの子が来る日なんだ。ワクワクするけど待ってるふりはしたくない。今日も可愛いあの子と手をつないでサンシャインパークへお散歩。いっぱいしながら君とたくさんおしゃべりさ。普段は無口な僕だけど君には何でも話せるんだ。今日は可愛いあの子が来る日なんだ。ワクワク。お知らせコーナーでございます。今回からこちらのねカリンバで、最初と最後のね、音を鳴らしていきたいと思います。一つ目のお知らせです。ラジオ川越では3ヶ月に一度更新の番組のリーフレットを駅の観光案内所、その他川越市内の協力店さん、スポンサーさん、加盟店さんに置いていただいておりますので、ぜひお手に取ってご覧になっていただけましたら嬉しいです。2つ目のお知らせでございます。前回もお知らせをさせていただきましたが、私のオリジナルの LINE スタンプ、お花ご挨拶 LINE スタンプができました。よろしければご利用いただけましたら嬉しいです。私が数年かけてね取りためたお花を背景にですね、ご挨拶、丁寧語ですかね、丁寧語が書いてあるスタンプなんですけれどもね、16個ですかで販売をさせていただいております。よろしくお願いいたします。3つ目のお知らせでございます。この度私ですね、映画の方に、自主制作の映画なんですけれども、ちょこんと、出させていただくことになりまして、その映画自体の公開は来年のですねお正月という予定なんですけれども、その映画のパイロット版っていうね、作品の概要が分かる試作品っていうのをね、パイロット版っていうそうなんですが、10分か15分ぐらいでしたかね、そういうのができまして、遠い海2024ということでですね、こちらがですね7月の6日の土曜日、グランカフェ横浜座というですね映画を見る会なんですけれども、そちらで上映されます。
時間は3時から4時半ぐらいですかね。で、横浜市にある中区民活動センターっていうところでですね、上映されますので、関内駅と日本大通り駅からが近いですね。こちらのイベントは横浜映像チームシネマダッシュチーム横浜さんが、ね、されていまして、昨年の末ぐらいからですね、ご縁がありまして、私もよくこの会に参加させていただいてるんですが、そんな中でね、映画への出演ということの機会をいただきまして、本当にありがとうございます。私自身が出させていただくことで、なんかその映画が楽しくなったりするのであれば、参加したいなっていうところでですね、まあ意気投合しまして、今回に至りました。こちらの方が予約が一応いるんですけれどもね、私の方に、ご連絡くださいませ。活動の方の詳細はですね、ゆっこランドの公式ホームページ、またその他 X とかノートとか、公式 LINE の方でもお知らせをさせていただいておりますので、よろしければご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨガバナーコーナーでございます。今回はですね、改めまして瞑想とは何かというお話をさせていただきたいと思います。私が瞑想と最初に出会いましたのは、内藤昭雄先生というヨガの先生に、習ったことがきっかけでした。新宿までですね、3、4年通いまして、ポーズと呼吸法と瞑想を習いまして、そして教室はね、辞めたんですけれども、今に至るということなんですけれどもね。でその内藤昭雄先生というのはですね、戦後日本に広く、ヨガを広められた沖正弘先生の道場に通われていた方で、沖ヨガという流れを組んでいらっしゃいます。そして私はですね、実は内藤昭雄先生の教室を辞めました後に、ですね、沖ヨガの教室にも少し行ってたことがありまして、その時に、ちょっと根本をね、学びたいっていうことがあって、しばらく何ヶ月か行ったんですけれどもね、その時に沖正弘先生の本も、いくつか読みましたし、教室でも習いました。そんなわけで沖正弘先生のご著書からこの瞑想とは何かっていうのがね、分かる部分、いくつかご紹介をさせていただきたいと思います。人間を改造するヨガ、行法と哲学という本にはですね、安らかに静観するとき、物事の奥は自然と直感できてゆくのである、と書かれています。それからですね、瞑想というものが生きていくことのすべてに喜びとして直結していかなければ、ヨガの瞑想行を生活に生かしたとは言えないのです。それから、一人一人個性の違った皆さんは、自分で確かめて自分の真実をつかんでください。ヨガはまず自分が行じることが先決です。生活のためのヨガであり瞑想であるのです。その瞑想をですね、その瞑想してる時間だけじゃなくて、やっぱり人生に生かしていくと、いうことなんですよね。私は本当にそのことを、きちんと皆様にねお伝えしたいなと思っていて、なかなかお伝えできていなかったのかなと思うんですけれども、瞑想をするとですね、こう少しずつ少しずつですね、自分を愛せるようになり、
人生の中に輝きが見えてくるようになり、そして自分以外のいろいろな生命をですね、人間だけではないです、動物であるとか植物でもっと言うと物ですね、すべてのものに対して愛する心とか感謝の心が湧いてくるようになるんですね。本当に生きる喜びにつながってくるわけなんですね。で、まあそこをこう深めていくということなんですよね。もう本当に終わりはない旅なんですけれども、こう少しずつ少しずつですね、見え方が変わってきているなって実感した時はやっぱり嬉しいですよね。本当に長い旅路ですけれども、千里の道は一歩からですから、本当に一分からでも、瞑想を親しんでいただけることで人生の喜びにつながると私は思っておりますので、私自身がそうでしたから、瞑想の時間をねさせていただいているところでございます。また最近嬉しいことはですね、このラジオを通しまして、1分間だけでは足りないからもっと長い瞑想の動画ないんですかですとかね、瞑想教室をやってほしいですとか、そういうお声も聞かれるようになって、もう本当に嬉しい限りです。私としてはもう本当にですね、何度も言ってしつこいんですけれども、音楽とヨガとラジオで心温まるゆったりとしたお時間を作っていきたいというですね、その思いで活動しているわけでございますので、そうですね、ちょっとどういうふうに今後はヨガ教室をやっていくかっていうのはまだ決めてないんですけれども、お試しで実はちょっとちょこちょこは始めてるんですけれどもね、どういうふうにしようかなっていうふうにね、考えていますので、また決まりましたらお知らせをさせていただきたいと思うんですが、音楽とヨガがね、もっと言うと自分の生活ですよね、こう調和した形で無理のない形で、続けていける方法をですね、考えていきたいと思っております。それでは本日も、1分間瞑想を行ってまいります。
はい、それではゆっくりとまぶたを開けます。そしてゆっくりと胸の前で合掌いたします。ゆっくりとお辞儀をいたします。これで瞑想は終了です。本日も最後までご聴取いただきまして本当にどうもありがとうございました。皆様の毎日のご健康と幸せを心よりお祈りいたしております。感謝と笑いで我が道を、和の道を。今日も